大垣信義は、日本のテレビディレクター、プロデューサー、演出家。1954年、神奈川県横浜市生まれ。1978年、早稲田大学政治経済学部を卒業して、日本テレビ放送網に入社した。同期には、桜田和之がいる。1996年、日本テレビ放送網を退社。現在は株式会社でスと、 取締役を務める。自身がプロデュースした番組、ルックルックこんにちはで大垣は芸能リポーターを活用していたが、それは取材とそれを伝えることは別の能力。臨場感を出すためにもリポーターは欠かせないからであったという。1995年、ルックルックこんにちはにオウム心理教関係者を生出演させたところ、当時オウム心理教は、 警察から捜査を受けていたために批判を受けることになった。大垣はテレビの速報性からも適当だと反論し、この人が出るなら出演しないというのを説得して出てもらったこともあったという。また、生出演を希望するオウム側が生放送中に他の宗教団体を攻撃したために番組内で即座に訂正しなければならないこともあったという。謝礼については、 同席したコメンテーターには出すが、オウム関係者には検討中だとした。オウム事件のせいで芸能ニュースの取り扱いが減ったことに関しては、ワイドショーは世の中の動きに左右されて形が変わる。今年は事件が多い分、芸能が名演にならないだけと一過性のものだという見方を示した。ありがとうございます。